面白かった。面白かったです。うん、あの今日春の話してたけど、うん、まあもうこれが28だから、うんうん、もう本当あと4月まで4日とかだ。うん、ね、うん、すごいよ、ね。すごいね。うん、本当にさ。うん、でこのあのうちの後輩の今日来てるけど、あの名前なんだっけ、スカイラブハリケーンね。ああそっか、スカイラブハリケーン。そうそうそう、もうやめちゃうんだよね。もう言ってるんだよね。もうつか3月いっぱいでやめるっていう、うんうん、解散です。つかもう言うも何も別に言うとこもないでしょ。うん、ないですって言って今日2人来てんだよね今日ね。そう、うん、出る。ちょっと最後のあれでしょ。そうなるとここがすごいね、うん、おすいません、ありがとうございます。はい、あ、はい、まあ、そっちとこっち、あ、はい、はい、あ、うん、すいませんすいません、まあ、いいえ、はい、まあまあスカイラブハリケーン何回か出てるもんね。うん、はい、そうですね、はい、3月いっぱい、3月31日付でってこと。そうですね、3月いっぱい、4月1日に一応ホームページにアップされるみたいなの言われて、うん、ああもう解散しました、はい、あでも言っちゃっていいのここで。まあいっか、もう別にそんな隠したってね、はい、えーっていう人は人じゃないね。でもねずっとや、うん、何やってたんだっけ。11年だ、はい、あ11年やって解散、はい、うん、はい、やめるのを決めたんだよね。そうですね。俺らのライブとかも手伝ってて、ライブはどんぐらい手伝ってたの。僕多分サクの方が僕の方が早いんですけど、うん、一人でついたのライブは覚えてるんですけど、その前もちゃんお手伝いで入ってたんですけど、それも含めたらどんぐらい。それも含めたら多分もう本当に芸歴分ぐらいは、もう10年、はい、11年手伝ってくれてる、はいはい、僕でも9年、はい、8年、9年ぐらい。そうなんだ。おー、使わせてもらってます。おー、はい、いやもう作が日村さんの衣装でね、はい、滝本が映像とかの、ね、雑誌とかやる。一人だけで衣装やらせてもらったのはワンダームーンからなんですよ。ワンダームーンって何年だ、何年前ぐらいだろう。すげえ前っぽいな。だって花鳥風月の月だもんね。すげえ前だ。もうよの三、うん、だから8年ぐらいか。うん。それまでは楽屋にいたりとかやってたんですけど。なるほど。はい。うん。だからそのまあ事務所にもこういろいろ挨拶とかしてるんですけど、うんうん、今日はだってだから今日なんで来たの。いや今日もう前に聞いて、あ、ラジオの、はい、ラジオの方にもお世話になったのと、やっぱ一応昨日まで、仕事があったんですよ、僕らのコンビ。はい、最後の仕事が昨日だったんで、終わりましたっていう。ご報告を。ご報告をしたの。はい、花丸さんには。ああ、そう。はい、もちろん。何だったの、最後の仕事は。最後僕ら今までで一番やってたのがライブとかじゃなくて前説だったんですよ。前説だよね。前説、はい、A スタジオの前説。あ、はい、A スタジオの前説だ。俺、はい、らの番組もね、なんかそうやってくれたわけで、はいはい、うん、ああ前説、はい、でもそのみんな心配、まあこれからどうすんのみたいな、うん、心配してくれるんですけど、うん、だって今いくつよ。35です。35です。おお、二人とももうちっちゃい頃からそうです、はい、幼馴染、うん、はい、うん、ですごい、それはそうだ、周り言うよな、はい、はい、でもその心配もそうなんですけど、それ以上に事務所のスタッフ、まあ人間の人はバナナさんの手伝い誰がやるのみたいなすげえそれ言われるんですよ。それはそうだよ、はい、10年ぐらいもやってると、はい、そうですね、はい、うん、僕その去年に関してはティーバッグ毎回洗ってましたからね。そうだね、あティースタイルね、日村さんの衣装が、日村さんの衣装どうすんだってなるよね、はい、とかもすごい心配されました。それの方が心配されました。いや それよりもだけどねそっち人生だ。そうだね、まあ、うん、でももう俺らはいつ頃だろう、結構前にね聞いたけどね、はい、やめますみたいな、はい、そう言われた時はもう本当に
止める理由がなかったよ。おっしゃる通り。いやでも気にました、ね、あのよく冗談でどうすんのみたいなこと言ってたけど、はい、もう30超えたぐらいからは、はい、もう潰し効かないぞみたいな感じだから、はい、やめないかなと思ってたけど、やっぱ何なの、なんでやめるの、なんでやめんの、決定だっつうか、決定だ、やっぱいつそうなったの、まあ、僕が滝本に言ったんですけど、うん、まあまあずっと悩んではいたんですよ、やっぱり何人にもなってないんで、うん、でやっぱ、まあ、今年、まあ滝本がたまにこうボソって言ってたんですけど、10年間は やろうみたいなのは言ってたんで、まあ、それは絶対やろうと思ったんですけど、うん、で11年目だったんですけど、うん、で11年目でちょっと考えたりして、でなんか全然ちょっとも上がってないんですよ、ここここのここ5年間ぐらいというか、そうですね、でまあほんとちょっと若干下ってる感じがあって、なんか手応えが、はい、だから収入だとかその仕事量とかそういうのいろいろトータルしてみて、そうです、ね、うん、でああってもうやっぱいろいろ考えちゃって、うんうんうん、でもうやっぱマイナスなことばっか考えるようになっちゃってて、年々こう、うん、で良くないなと思って、うん、でライブとか出ててもなんかこう勢いのある人とかがいたりするじゃないですか、うん、そういう、うん、あなんかあこうやって上がっていくのかなとか、なんか俯瞰に見てたりとかしてて、うんうん、なんか良くないなと思って、これはその一緒にライブ出てる人たちにも悪いし、うん、こう相方にもすごい悪いことしてんなっていうのがあったんですけど、うん、でまあ秋口ぐらいに、うん、ちょっともう全然なんか気持ちがあんまり入らない、ああ去年の秋ぐらい、うん、にちょっと滝本に言ったら、うん、もう 1,2 年前からずっと俺は思ってた。うん、まあ、僕は、はい、そんなにこうないんですよね、そのこうのし上がってやろうみたいなのが あんましそういう前向き、なんですか、ね、スカイラブってあれだよね、現状維持でいいというか、スカイラブの良さでもあるし悪いところでもあったのかもしれないけど、はい、芸人っぽくないんだよね多分、そういう部分でのなんかガツガツとか、ね、まあでもそれは悪いところではないと思うけど、なんかみんな言うのがいい人っていうね、スカイラブ県は何って言っていい人っていう、ね、そうなんだよね、いや確かに人はいい、本当は悪がないんだよね、人はいいっていうね、そうなんだよ、別に、ね、悪いことじゃないからね、はいはい、まあでもあれだよな、こうやっぱこうそっちの方がいいんだよね、辞めていく人の方がね、志半ばで辞めていく人を俺たちは散々見てるから、はい、でも結果さいい人ばっか見てるから、みんなはね、うん、売れてる人とか、うん、知らないじゃん、辞めていく人のこととか、うん、はい、あんま出てない人のことは普通にね、うん、だから、はい、そういう人の方が実際は多いじゃん、うん、はい、だからそうなんだよな、何組も何組も辞めてってるんだけどさ、うん、はい、まあでもこればっかはしょうがないよね。でもどうすんのって心配にはなる。何するかも決まってんの？もう芸人は芸人は二人とも辞めるんだ。この業界からもういなくなる。そうですね。はい。そうです。この間乃木坂の長嶋セイラのアンダーライブ見に行ったんですよ。おお。乃木坂ファンだからね。はい。したら卒業ライブだったんですけど。うんうん、で。長嶋も卒業だからね。長嶋セイラさんが卒業するっつって、限定のこう T シャツみたいなのが出てて、うん、それが1674日みたいな書いてあったんですよ。うんうん、乃木坂に入ってからの。ああ、そういうことなんだ。で、そういう話も MC でしてて、うん、その時にあ、僕、ああ、ホリプロコムに4000日以上いたなと思ったんですよ。11年。11年で。はい、うん、何もできなかったなと思っちゃって、ほんと、泣いちゃったんですよね。泣いちゃった。長嶋セイラーのライブで。自分に置き換えて泣いちゃった。置き換えたわけだ。なんか悔しくて、うん、その、うん、4000日経ってたって、実質さ、活動してんのって5日ぐらいだもんね。そんな凝縮されてましたよ。ギュッとしてみ、ギュッとしてみ。24時間かける5ぐらいじゃん。そうだよ。ギュッとしたら。そうですね。前説の時間とかネタの時間、はい、全部、はい、全部細かくやってみ。そんなもんよ。5日ぐらいですね。そうですね。で何すんの？
僕はちょっと知り合いの方の下でちょっと普通に働く、普通に働くってこと、はい、僕はそうです、スポーツジムでアルバイトしてるので、うん、トレーナー目指して、はい、トレーナー目指してね、なんか、はい、まあでも絶対そっちの方が安定して、まあね、まあ金は多分、まあ、だって今これ続けてきてさ、はい、どんぐらいだったのぶっちゃけ、その平均平らにして大金月収で言ったら、月収ですか、この11年間で、ああどうだろうね、月収でもレギュラーみたいなんで、なんかはやってた仕事もあるわけですね、はい、それも含めて月収にすると、うんうん、大体平均よ、はい、平均11年間ね、そう、どんな感じだったの、大体どんなもの、2万円ですかね、あ2万円な感じですね、はい、月給、はい、月給ね、平らにしたら、平らにしたらね、はい、そやってけねえもんな。あ、2万か。うん。まあな。一番多かった時とか覚えてる？収入ですか？うん。CM とかに出させてもらったことが。ああ、そんなの出たことある？何の CM？ いや、はい。あ、そうですね。なんか。え、何の CM？ 僕はなんか、一回 DS の、ああ、ゲームとか、はい。で、ちょっとこう。うん。僕はなんか冠婚葬祭のプロポーズするみたいな演技ですね。なるほどね。ベルクラシックグループっていうの、うん、のそれはいいでしょ。CM っつったらバナナさんのアイフル、あ、アイフルのちょっと出させてもらったことありましたよ。あのマラソンのやつ。ああ、そうだな。走ってる中の人にしたら特別扱いされてた。そうだったね。前の方に。あ、そっか。そういうのがあるときは結構まとめてもらう。そうですね。そういうときは。プラス仕事もあるときもあるもんね。はい。はい。そういうときはどんぐらいだったの？僕は最高、ほんと最高で月30万円とかもらったことあります。おー。はい、すごい。初めて聞きました。あ、初めて。まあ、なかなか聞かないよ。はい。うん、僕はでも15とか15とか、あ、そうきて、はい、一番ない月はいくらぐらいだった、一番ない月ですか、2500円とか、ね、本当にあります、ね、それが何でも経ってからでしょ、それが、そうです、はい、ね、いやでも確かに、だからそれはさ、始めたてでそういうんだったらいいけどさ、はい、10年やったりとかしてさ、はい、な仕事が なくなってとかいうのも続けてくるとやっぱ生活ができなくなるよ ね、はい、若い時はまださいいんだけどさ、もうあんま考えないしさ、 それがもうどんどん周りもさ結婚したなんて友達とかが聞いたりとかね、はい、普通の生活で大人っぽくなんかちゃんとしてたりするとさ、ね、あれなんてなってくるんだよな、うん、そっか、そうなんですよ、うん、どうすんだってよく聞かれますもん、うん、いやそうなるよな、うん、いやー、なんかでも、ああ、やめんだって感じだったけどね。いやー、わかる。スカイラブってそうだよね。あ、やめんだ。ちょっと、ああ、やめちゃうんだっていう。ああ、嬉しいですね。嬉しいですね、それは。そう、言ってもらえるの。合わないんだろうね。なかなかそうするとね。いや、合わないよ、もう。なかなか合わなくなっちゃうんだろうね。二度と合わないよ。いや、行きます、行きます。行きます、来ないでしょ。行きます、行きます。どうも。まあライブの期間は、うん、バナナさんがどこにいるかっていうのがちょっと僕らも今までやってたんで分かりやすいじゃないですか、うんうん、はい、そういう時は行きやすいんですけど、うん、はい、ああ陣中見舞い的な、はい、ああ、はい、まあまあまあそういう時はね、はい、うん、あとはえ全然ご飯とか誘ってくれないそう、本当それはそうだな、はい、でもなかなか俺あんまないもんね、ご飯食べたことは、ね、俺は割と2人と飯行ったりしてたんだけど、ふとしたプライベートで、うん、おちょっとさ行かないみたいなこと、仕事の流れじゃなくて、ね、全然あるよね、あ、はい、じゃあ、はい、じゃあ行けるね、はい、それだったら、はい、でも相当もうね全然ね忙しいのバイトが、だから俺が誘ってもね断られちゃうことの方が多かった、ああ、うん、そうそう、でも割と行ったりはしてたけど、うん、でもほらまださなんかこうなんつうのなんかしてっかなとか今度さ、はい、普通に仕事しだしちゃうとさ、はい、そうだよ、仕事してるかなと思っちゃう、だって辞めてって仲良かったやつみんなそうじゃん、
はいはい、あそうそうなっちゃうんだよな。そうそう、家もなんか遠いじゃん。そうなんだよな。そうですね、川崎のことも、はいはい、そうだよな。いやもうだからもうごめん、え、ちょっと待ってくださいよ。もうぜひまたこれからも、はい、はい、まあまあ僕トレーナーやるんで、ああ、そういうのでもどういうこと、あ、や何やってくれるの、個人トレーナー、ああマジで個人トレーナーやってくれるの、はい、うん、ぜひ、うん、どうでしょう、あ、それいいね。なんかでもそういう資格とか取らないと、あ、これから勉強して、うん、夏までには、あ、いいね、それはいいね、はい、ああ、じゃあそういうのはあるかもね、うん、ぜひ、うん、確かにそれはでもすごいいいかもね、はい、うん、僕は実家うなぎ屋なんで、うん、定期的に、あ、あの、はい、なはい、うなぎ屋定食屋の、はい、うんうん、お届けしに、うん、あれどうすんの、家ほらなんかいるじゃんか、ああの後輩、あの後輩と先輩が住んでるんですけど、ああそうだよね、サプライチって、はい、どうすんのそれは、それはあの今あもうそのまま一応、あ、一応今のところは、はい、あ、そこはある、ね、そうですね、まあまあそうだね、うーん、そうなんですよね、うんうんうん、あ、でもそこで働くんじゃないんでしょ、いや、あ、そうです、また別で働くんだもんね、食屋はもう僕いたら食えないですね、僕が多分、ん、売り上げが結構ギリギリなんで、あ、定食屋さん僕を雇えないと思います、ああ、あ、そうか、大変だね、はい、35、35です、はい、あ、まあ、もうしょうがないよな、タイミングかなと、あ、はい、本当はどうなりたかった、本当はもともとこうお笑い始めるときはもちろんあのなんかトップになるみたいな気持ちでは入ったんですけどもう今となったらなんか悲しいな、まあな、うん、そうですね、でもこう年々、うん、そりゃそうだよ、でも入る時にさ、はい、入る時はそうだよ、はい、テレビがそうだよな、どうなりたかったって、はい、ガンガンにテレビ出てお金儲けして、はいはい、華やかな人生をと思ってそれはやるよな、はい、うん、ここ 4,5 年ぐらいはどうにか食えるようにな、うん、そうだね、あ、そうだそうだ、一回まず本当アルバイト辞めれるぐらいになったらいいなっていう、そうだね、それが安定したらなおいいなみたいな、あ、でもう何を目指してるのか分かんなくなっちゃったんですよ、分かる分かる、まだな若きゃな、もうがむしゃらにってあるけど、考える時間が多すぎたんだよ、そうなんですね、途中で分かんなくなって、はい、バイトがあるのにとか思っちゃうようになっちゃったんですよね、あ、仕事、まあ、仕事っつってもさ、はい、金にならないようなこととかな、手伝いで呼ばれたりとかもあるしな、はい、ね、うん、僕11年やってて、僕ずっとサッカーやってたんですけど、うん、昔だろ、はい、うん、学生時代、学生時代、うん、で10年間サッカーやったんですよ、うん、でお笑いが今まででこうやった一番長いものっていうのが、うん、お笑いになったんですよ、うんうん、今年で、うん、だけどあのもうサッカーの方が上手かったなっていうのがあるんですよ。ああ、お笑い。お笑い下手だったもんね。サッカー選手にもなれなかったのに、うん、お笑いで、おらしいだろ、だって、な、言っても日体大だっけ。そうです、はい、はい。そこでやってたのね。そうだよね。でも、あれの時輝いてたよな。あの、筋なんだっけあれ、なんか筋肉番組みたいなやつ、あ、そうです、芸能人筋肉マンみたいな、スポーツマン、ね、ナンバーワン決定戦、スポーツマンナンバーワン、はい、あれ輝いてたな、輝いてました、あの時すごかったね、あれもうほぼ初めてのテレビぐらいの感じだよね、はい、2年目とか、はい、2年目だ、ね、そうだよな、はい、それでファイナリストの6位に入ったよね、はい、はい、そうそうそう、それすごいんだよ、ワッキーとかね、はい、もうみんな名前がある人、ある人の中に無名のな、はいはい、はい、うん、もう行くなと思いましたね、それで行くなと行くなだよな、もう行くなと思いましたね、確かにスポーツのな、はい、そういう枠がもう仕事バシバシ来るぞみたいなね、はいはい、で体育大学行って、それも繋がったと思って、だよね、よかったと思ったんですけど、うん、何にも何行かなかったの、そっから、そっから 1,2 年はすげえしっかり鍛えてたんですけど、うん、何にもなくて、うん、あ、そういう仕事が入ってこなかった、はい、何にも、まあだから、あ、そうなんだ、はい、これは申し訳ねえけどそういうことなんだろうな、知名度だよな、あ、知名度プラス成績良くないと、そうか、だから本当にもうそれかもうよっぽど飛び抜けてるからだよね、あ、ズバ抜けて1位、はいはいはい、
か、そ6位だから、6位だからだね、次の時にこう当落線上で落ちたんだろうな、ね、マジで6位だね。ファイナリストに残ってそのなんか最下位とかだったんだよね。そうそうでしょ、はい、あそこでやっぱちょっと和気を怯えさせるぐらいのよ。そうなんです、それはできなかったんですよね。でも、うんうん、でもまああそこ輝いてたね。ありがとうございます。どうなの、でも楽しかったの、振り返って。僕はもう楽しかったです。もう本当満足しちゃいけないんですけど、うん、やっぱ11年間すごい濃い11年だったなと思いますね。そうなんだ。はい、まあでも確かにまあ普通じゃ体験できないようなことは体験してるか。はい、はい、うん、そうですね、僕も、うん、そうですね、まあ辛かった時もあったんですけど、うん、でもやっぱ楽しかったですね、結果的に、うん、はい。なるほど。でもこっからの方が大変だからね。そうですね、こっからの方が長いんだから、人生は、はい、やばいよ、このもう11年間、はい、言ってもまあバイトはしてたにしてもさ、はい、通常の時間でこう動いてないわけじゃん、働いたりもしてないし、はいはい、で この世界って割とこう時間も決まってないし、お金も安い時もあればこれでいくらみたいなのもなんとなく知ってるとなると、はい、決まって働いてこういう賃金でってなって、そういう毎日をやってた時に、あのもしそれが嫌になる可能性があった場合、はいはい、もうさ、これも俺ダメだった、次もここでダメになるってなったらどんどん転げ落ちるから、はい、そこはちゃんとやんないと、そうですね、これからのが厳しいと思う、はいはい、うん、そうですね、ここね、大変だね、ね、それも覚悟を持って、はい、もうでもしょうがないな、生きていかなきゃいけないんだからね、はい、もうでも結婚とかもするかもしれないしない、はい、今のままだとな、結婚してもとか思っちゃうかもしれないけど、はい、うん、そうですね、そしたらどうする、 1,2 年後にすげえ金持ちになって超嫌だよ、そしたらなんだ、なんか変わっちゃったなみたいな、普通に、うん、だって、はい、分かんないけど、そんなパーソナルトレーナーとかもしね、はい、そういうので何か当たったらすげえ儲かる人が出るわけじゃん。そうですね、すごい儲かってる人いますもんね、うん、はい、サックだって何するか知らないけどな、はい、すげえ金持ちになる可能性もあるし、もっとどん底まで落ちる可能性もあるそうですね、はい、でもそうなんです、こうやってそのバナナさんもこうまあ よくしてくれてるじゃないですか、うん、本当に、はい、でA スタジオの方とかもすごいよくしてくれて、うん、でもうちゃんと送別会みたいなのもちゃんと開いて、それ嬉しいね、それをこうやってもらっちゃうと、うん、やっぱもうちゃんと働こうっていう、なんていうんですか、もう、うん、挫折っていうか、でもダメになっちゃダメだっていうのをすごい感じて、裏切れない感じ、はいはい、スカイラブはちゃんとしてそうだけど、でももうクズなんだから、はい、いやもうこれ自覚した方がいいよ、はい、もう基本社会の今、はい、一番自分たちがこの11年間で何を培ってきたかって、一生懸命やったものもあるけど、はい、基本クズの部分も鍛えてるから、はい、これは気づかないうちにクズになってるからね、はい、俺らだってそういう部分あるわけだから、はい、もう、はい、ちゃんとできないと思うな。どうすればいいですか、じゃあ。どうすればいいですか。うん、大変だよ。頑張んないと。クズを出さないように。そうそう。はい、うん。だからもうそう、はい。本当だよ。グッとこらえる。逃げない。あ、やばい。やめるっていう方向に全部考えがそっちに行かないようにしないと。うん、逃げないことですね。うん。まあそんな何でもかんでもだからってあれじゃないけど。はい、うん、なあ大変だな。まあでもしょうがないよな。なんかこういうのってあれなの、最終的に何か、はい、なんかやってあげなきゃいけないの。まあ送別会とか、もしあれだったらあれじゃない、飯食い行くなりとか、まあそれは別に個人のあれでもいい、ね、スタジオの人がちゃんとやってあげたってすごいじゃん。はい、はい、ね、そうですね、本当に、ね、まさか前説の2人に、普通そうだよね、はい、前説の人って多分絶対やんないと思うんですけど、ね、はい、うん、はい、なんかやる、はい、うん、いいんですか。じゃあもう、はい、ここ水とコーヒーしかないけど、
あれそういうこと？そういうことだよ。あ、まあ、そういうことですね。じゃあ、はい、水いただいて。どうぞ、はい、どうぞ。はい、いただきます。それがね、最後の、はい、本当に、ラジオのね、スタジオにあるお水の、はい、ね、はい。はい、どうする？じゃあ。じゃあお疲れしたどうぞこんな感じなんすか軽いお疲れしたありがとうございま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 したうん美味しいまあさはいまあでもそんなことは忘れてさそうはい忘れてるんですか結構長いんですよ11年思ってるよりもいや俺らは20何年だったはいまあそうなんですけどうんこれからも仲良くしてくださいお疲れしたはいでした。本当ありがとうございました。いやいや、ありがとうございました。いや、こちらこそ、ありがとうね。頑張ってね。はい。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ということでね。そういうことですね。なんかしんみりしちゃった。いい材質があるから、買ってあげよっか。いい材質なんだ。いい材質がありますけど。ああ、そうだね。ぜひ、これを座って頑張ってください。お別れの。お別れの。いい材質がありますけど。いいんですか。ええ、いい材質ですよ。ぜひいただきたいですね。はい。じゃあちょっとね。ちょっと住所あったら教えてください。ええ、届きますから。まあなんか名刺とか振り交換じゃない。はい。お願いします。お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。いやいや、こちらこそ。ということで、スカイラブハリケーン。さよなら。悲しいね。はい。なんか言ったら人やっぱファンの人もいただろうから結構、はい、そのバナナさんの結構ファンの方とか、うん、結構その知っていただいたので、うん、それはすごい結構あのそれでライブとか来てくれたりとかこともいらっしゃったんで、うん、それは今まで本当は嬉しかったですし、うん、で応援してくれてありがとうございましたはい、はい、そうですね本当僕らみたいなこうなんか何もない2人をもう見に来てくれた方が少なからずちょっといたんで、はい、本当そういう方々には本当に感謝してますありがとうございましたうん、ね、また帰ってくる可能性もあるのこの世界に今のところは何も考えてないんですけどなんか帰れないなとは思う。いろいろその、あの、本当、急に変だね。もう本当皆さんが優しくしてくれて、あ、もう絶対これ帰れないなっては思ったんですよね。あの、ちゃんときっちりしないとなとは思った。みんなそう言うよ、でも。あ、そうなんですか。ね。それで帰ってくる人いるからね。いや、いるよ。うん。まあでも、例えば別に表に出る仕事じゃなくてもここまで培ったそのね人間関係だ、うん、パイプだとか財産だから、はい、もし、はい、例えばそういうので働かないとか言われたところに戻ってくるとかいうのは全然、はい、そういう人もいるだろうしいや全然、まあ、そういうのはありだと思うけど、はい、まあリアルに AD やらないかっていうのを言われたんでいやまあ言われそういう人もいっぱい言われがちだよねはいやれそうだしライブバナナさんのライブの武漢うんやらないかああそうだよねだから裏のスタッフとしてってことだそれはもう欲しいよねめっちゃハマってるんで僕はああでもしかしたらそういう仕事で顔あれってなる可能性もあるってことその時ははいよろしくお願いしますお願いしますうんまあねはいということではいじゃあ今日はこれで終わりでさよならバイバイありがとうございましたありがとうございました